母、桃母。皆さん、こんにちは、桃母です。はい、今回は、なんか、はい、今回はなんか、やばい、口の血色とかなくないって思ってる方、安心してください。今回は、メイク動画になります。ベースメイクはもう終わってる状態なんですけど、割とコメント欄で、メイク動画上げてほしいっていう意見が割とね、ちょっと多め多くっていう感じだったので、今回はちょっと、メイク道具を、いろいろと準備してきたのでやっていきたいと思います。じゃあ色をね、顔面に色を足していきます。本当にね、唇がないとなんかもうやばいから、もうちょっといつもは最後に口紅をつけてるんですけど、今回はちょっと怖いから唇がないとなんかもうね、アントニー今すごいなんかアントニーみたいになってる。はい、で最近なんか前までは割とマックのスターレットスカーレットっていう色を使っててめっちゃ赤かったんですけど、最近夏だし、なんか夏って理由は特にないけど、もうめっちゃなくなってて見せるの恥ずかしいけど、あのエチュードハウスのティントの赤を使ってます。これ本当に割といい。ちょっと私は唇がちょっとめっちゃ太いので、割とね消費するのがちょっと多いんですけども、ここの唇のこの、やだー、もうすごい説明してた。もしもし、はい、あ、すいません、違います。普通に間違い電話だった。ここのね、唇の中心らへん、ここの唇全体にブチュって塗るともう余計太く見えちゃうから、ここの中、ここのさ、この中の部分だけ、え、そんなんでいいの、唇まだ全然あるよって思ってる方、ここだけでいいんですよ。そうすると、いや、それでも太かった。それでもちょっと太いけれども、まだ多少ね、やめてやめて、そんな太いの無理だよっていう人でも、ちょっとは、ちょっと許してくれる程度にはなるので、これは、セザンヌのハイライトスティックフィースカラーっていうやつを使ってます。これはね、値段もね、割とお手軽で安かったと思います。で、このハイライトどこに使うかっていうとね、うちも最近知ったんだけど、ハイライトってなんか、この C ゾーンとこの T ゾーンと顎に塗るっていうのが割とハイライトの使い方みたいなの聞いてたんだけど、ここもいいらしい。ここにも塗って。ここの鼻のここの部分を塗り始めたら、私すっごいジグロなんですけど、その、明るい感じのジグロ、うん、明るいジグロになったの。だから割とみんなにもおすすめですね。ここにこうやって、ちょっとここに鏡があるからこっち目線になっちゃうんだけど、ここにね、こうやって、スルンスルン、スルンスルン。ほら、ちょっとわかりますか？ここに光に当たって。やりすぎるとちょっと、え？こいつ油消しじゃね？マジ隣にいたくねえんだけどっていう感じになっちゃうから、やりすぎないように、控えめの油っていう感じ。うん。なんかちょっと油食べたいなっていう OL の給食ぐらいな感じで、ここにファッて塗ってあげるととってもいい感じになると思います。化粧する範囲は大体この辺なんですよ。この周りはほぼ日焼け止めしか塗ってないかもしれない。あと日焼け止めを使うときは50プラスじゃなくて顔面は30プラスのやつがいいと思います。私がちなみに使ってるのは赤ちゃんでも使えるよって書いてあったやつを使ってるからすごくおすすめでした。メイク前にこれを私は顔全体に塗ってますね。そう、さっきこのリップだけで終わっちゃったんですけど、これティントって割と唇がかさつきやすいんですよ。つけた後なんかうんっていう、なんかうんっていう感じがするからこれを使ってます。これはマキシアージュのエッセンスジュールルージュっていう口紅なんですけど、ピンクなんですよ。私今までずっと赤を使ってきたからピンク買ったことなかったんだけど、これは本当に保湿もできるしめちゃくちゃおすすめだなと思います。しかもめっちゃ塗りやすいし、ちょっと塗ってみたいと思います。この上から重ねて、そうすると、まあ、潤いを満ちた唇になるので、とってもいいと思います。私がね、一番メイクで、一番重点を置いてるのがね、ちょっと急にいきなり話し出すんだけど、一番メイクで、あ、ここはすごく大切だなって思うのが、まあ、目元もそうなんですけど、私の場合は口だと思う。口を本当に色をつけないと、もう一回プールの時間に私、元々の色がちょっと紫っぽい感じなんですよ。下唇が、上唇が色なくて。だから先生に、ちょっとももちゃんね、気持ち悪いなら気持ち悪いって言ってね、唇紫色になってるから先生の目はごまかせないって言われた。でもただ普通に生まれた時からなんですけどって思いながら、私はプールの横になんかちょっと見学者としていさせられたっていうすごい悲しい思い出があるんだけども、そんな思い出はまあいいや、もう置いとく、どっかに置いとく。目元を塗っていきたいと思いまーす。このキャンメイクの、ジューシーピュアアイズの02番を私は使っても、本当にこの間までアイシャドウやったことなかったんですけど、多分この間出した、この1個前に出した動画が、あれ、ももちゃん顔変わったっていうコメント何件かあったんですけど、メイク方法を変えたんですよ。で、
ちょっと目元のメイク本当に大切だなと思って、こことこの一番暗い色とこの一番ちょっと申し訳程度に、私ちょっと派手よっていうこのやつをいくよ。あちょんちょん、あちょんちょんって感じでね、ちょっとつけすぎちゃった。ちょっとここの二重の線に、この二重の線にね沿ってね塗っていきたいと思います。はい、そんな感じで、もう片方もあちょん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 、そんな感じで。ちょっと変わったかな、ちょっとこれだけだとねすごくわからないと思う。忘れてた、アイライン忘れちゃいけないアイラインだぜ。このアイラインはメイベリンのハイパーシャイプランナー R を使ってて、私はアイラインは極力茶色で使ってます。じゃあ塗ってきます。なんかね、アイラインをやるときね、こことかね、もう周りをくくる人はいるんだけど、うちの場合くくったらなんか、え、怖くね、あいつ目力怖くねっていう感じになっちゃうので、本当にもう、あ、チョンみたいな、え、そんなチョンでいいのみたいな、そんなチョンしても世界が救えないよっていうぐらいのチョンでいきます。あちゃん、はい、これ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 、このアチュンぐらいな感じがとっても私にはいいんじゃないかなと思いますよ。こっちも同じようにアチュンでやっていきます。ビューラーだ、ビューラーでちょっとまつげをアチョンアチョンって上げていきます。今まつげに何もやってない状態で、ちょっとあのまつげが下がり気味なの分かりますか。だからちょっとこれを点上げって感じで上げていきたいと思います。違うの分かりますか。分かりづらいけど、ほらこっちとちょっと違うの、こっちも同じような感じで上げていきたいと思います。すごい肌つばった肌つばった肌つばったこちらでーす。でんでてーでれれでん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 マジョリカマジョリカラッシュエキスパウンダーロングロングロングのマスカラ。これはすごい、なんか玉城ティナちゃんとかがよく CM で紹介してるんですけど、もうこれは本当にめっちゃいいですね。こんな感じになってて、あのすごいつけやすい。でマスカラをつけるときに普通にこうやってつけるんじゃなくて、ちょっとギザ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 っていう感じでつけてあげるととってもつき心地がいい。はい、やってきます。めっちゃ上がるでしょ、びっくりするぐらい上がるでしょ。ほらなんかもう、え、松井くしてますみたいな波にすごく上がるの。こっちが何もつけてない方で、こっちがつけた方すっごい変わるでしょ。おすすめだよ、本当に。両目完成いたしました。次に塗っていくのがこちら。もう本当にね、もうめちゃくちゃ使ってて、これ2個目なのかな、多分2個目なんですけど、このキャンメイクのクリームチークの CL01 番も本当にめっちゃ使ってる。多分いろんな YouTuber さんが言ってるから、ほとんどの子が持ってんじゃないかなと思うけど、この普通にここにチークをベタって塗るのもいいんですけど、私の場合は縦でスッてこの目頭にかけて塗ります。このポン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 って感じで乗せてあげるといいと思います。ちょっとあんまシュって見えてないと思うんだけどね、本当にシュって見せたい方はもうなんか黒いやつ塗りたくるといいと思う。はい、こっちにもポン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 、はい、せーの、みんなでポポンポン。エクセルのスキニーリッチクリームっていう、あ、ごめん、リッチチークってやつなんですけど、これはなんだろう、こっちとは違って、多分見たらわかると思うんですけど、こっちはあの割とクリームって感じなんだけど、こっちはもう粉っていう感じなの。だからこのクリームを塗った後に粉をさらに上で足してあげるとすごい落ちにくくなります。するのでもうサン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 、これぐらいですかね、私が普段やってるのは。多分割とあの思った以上にちゃんとやってるんじゃないかなって思います。うん、ちゃんと、うん、意外とやってたでしょ、ちゃんと。まあそんな感じで私はいつもメイクをしています。まあよかったらみんなもなんか全部は真似しなくてもいいので、あ、ここじゃあ私もやってみようかなって思った部分をちょいちょい取り上げてくれるとね嬉しいと思います。参考になったと思ったらグッドボタン、参考にならないと思ってもグッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれた方本当にありがとうございました。バイバイ。